まあ人生そのものですね。小学校の時に中学生だった姉が望遠鏡を買ってきてくれまして、毎夜毎夜ですね、月とか惑星を見始めたというのが最初ですね。ところが中学校卒業してからですね、全然違う道なんですが、通信工学、それからモールス信号ですね、そういうものを学んでたんですね。やはり天文をやりたいと、大学院の時から再び天文の研究を始めたということですね。研究自身はなかなか思うようにいかないことも多い。一方、観測した時にですね、新しいものとかですね、あっと驚くものが出てきた時には、そういうのが一番胸が熱くなってるんですね。南極の内陸部の高原地帯、大気中の水蒸気が非常に少ないわけですね。天文の観測するには地上で一番いい場所なんですね。そこで国際南極天文台というのをぜひ南極の内陸部に作りたいと思ってます。非常にもう本当に多くの方にものすごい大きな応援ですね、そういうものをもう日本中の方からいただいたんですね。本当にもう感謝しております。ぜひそれに応えるべくですね、南極望遠鏡を実践したいと思います。